これが3時39分、飯岡に初めて津波が押し寄せてきました。これが津波です。で、当時港南にいた船は外に今逃げているところです。5時何分の時の一番大きな被害をもたらした津波はですね、これはちょっと異常なこう波と言いましょうかね、なんて言いましょうか、想像できないって言いましょうかね。 I was surprised how far inland the waves came. At first I had thought that it only came in a little bit and had damaged the houses, only the houses closest to the ocean. But I was surprised it went back a few blocks.And I really began to first understand the damage that had happened in Asahi. Yeah, それとですね、この前はこういう、なんていうのかな、堤防がこういう形、波返しの堤防だったんですけど。This is made in 2008. 2008年。そうですね、2008年。2008? And he just talked about the earthquake 300 years ago. And that's why Some people, you know, try to study and they expect that if there's kind of same kind of earthquake happens and a tsunami come to, tsunami came to Ioka, they expected this high. But actual tsunami came like higher than this. ちょうど、まあ、結果から言いますと100メートルくらい流されて、まあ、坂根さんとこの、まあ、自分が手を出し、もがきながら苦しみながら出した手に、そのたまたまサッシが、まあ、まとわりついたというか引っかかって、まあ、そこで、まあ、九死に一生を得たということなんですけども、まあ、その時に、まあ、自分の妻も子供もその流れる状況を見てたんですね。まあ、最初の時は、まあ、頭が見えてたから大丈夫だろうなということで、まあ、自宅の脇を流れていく時にはもうほぼ水が2メーター60くらいになってましたので、いや、これはもうお父さんダメだろうなという感じで、さて前に目を向ければ、まあ、正直にとこ年取った母がいるし、その介護してた私の妹ですけど、それがいたというような状況だったものですから、あとはもう正直にとこ私は流されて、なんとか九死に一生を得て、まあ、津波が引くのを待って家に帰ってずぶ濡れで、まあ、着替えをしてというような段取りなんですけども、まあ、流されて私が捕まるか捕まらないかの時には、まあ、私の母とその妹が、妹はなんとかその隙間、まあ、まあ、子供が言うのに、とにかくお兄ちゃん、とにかくおばあちゃんどうなのって言ったら、もう息してないと、恋してないっていうような状況だったものですから、とにかくじゃあお兄ちゃんも一緒にとにかく死んじゃったらしょうないからと切羽詰まってましたんで、とにかくっていうこと、まあ、なんとか上を出て、まあ、屋根の上に、まあ、へばりついてて、まあ、2階までたどり着けないんですね、段差があるもんです。そこでへばりついて、まあ、暖かい時にはこういう感じで椅子を、まあ、備え付けて、予算があったものですからもらってあるんですけど、寒いですから出てこないです。まあ、こちらは野球場のとこの跡なんですね、運動公園というと。向こうは、まあ、サッカー場なんで、まあ、同じところにエリアならいいんですけど、そうです、ちょっと向こう狭い。寒いだもんね、本当にね。本当寒いからね。なんだ、中島さん、自転車。Something that still needs to be done is that a lot of elderly people's homes were destroyed in the tsunami, and they, a lot of them, not only their homes were destroyed, but their business was destroyed as well.So they're still in homeless shelters. They have basically nowhere to go because they don't have any income. They don't have
any support really, from what I can tell. まあ、あの仮設住宅の方々が、あの最終的に2年か2年、まあ、延長になって2年半くらいということでしょうけども、そんな中で自力で転居先というか新しい居宅が見つからないという部分は当然これ、まあ、高齢化時代の中であるとは思うんですけども、まあ、市としてもその、まあ、財政がいっぱいその、まあ、余裕があるということであれば、市の独自でのその施策、施策をやれることもできると思いますけども、まあ、何せ地方の田舎都市ということで財政力も本当にないわけで。ありがとうございますというとともには、私ども の、 あのメインテーマっていうとちょっとおこがましいんですけど、まあ、今回のボランティア活動を通じて非常に感じたこと、それは私たち、まあ、我々がですね、若者の 目というのがですね、はっきり言って変わりましたというのは、非常に多くのですね若者が駆けつけてくれたこと。よく私たちは今の若い者はっていう言葉でですね批判をしがちなんですけれど、しかしながら多くの若者は人の痛みを自分の痛みということで感じていた。これがですね、私非常に感激したことです。これからのですね日本を背負っていくこの若者たちが成長してくれることを願っております。